ギリシア神話の女神アプロディーテ女神とは、女性の姿を持つ神のこと。多神教においては、往々にして、神にも性別が存在し、そのうち女性の神を女神と称する。対して、男性の神を神と呼ぶ。女性は子供を産むという属性ゆえに、原始宗教、神話の世界では、母神として表現されることが多い。 日本の土偶もヨーロッパからシベリアに至るユーラシア大陸において後期旧石器時代以後広く分布する狩猟、最終、漁老民の女神像の一環と捉えられている。狩猟、最終、漁老民の女神信仰は農業民の女神信仰と根本的に異なり農業社会では地母神信仰が顕著に見られるが前者の信仰では大地の生産性や 生命力に対する認識、信仰はない。前者の信仰で重要なのは、獲物が取れるかどうかであり、それは超自然的な力に左右される。土偶も、出産や多産を願う気持ちから作られた、お産の女神の性格を持ち、子供は、老後の支えとして必要であり、土偶はお産の女神と同時に、家神としての性格も持つ。各、林文雄は、 土偶はあくまで多産信仰が基本であり、食べ物を生み出す性格と食べ物の成長を守る性格を有した女神の信仰は農耕社会からであるとする。そして、イザナミに関連した神話に関しても稲作農業との接点がないことから、原神話は縄文時代に東南アジアから伝えられたもので、後に高間ヶ原神話に取り込まれたとする。一方で、 アマテラス大臣の方は食べ物を生み出す、農業社会の女神としての性格を持ち、農耕の守護者である、アマテラス大臣と農耕の妨害者であるスサノオの対立という信仰が成立する。美しい若い女性や、ふくよかな体格の母を思わせる姿のものが多い。中には、もう依頼のような、年老いた女神や、カーリーのような、恐ろしい姿のものもいる。大地や、 美や性愛を司る神は各地において大抵女神である。それらは往々にして母性と結びつけられ、まとめて死母神と呼ばれる。神に人間のような性別があるかどうかは神学においては議論や研究の対象であり、神には性別がないとする立場からは単に外見が人間の女性に酷似する神とされる。 アブラハムの宗教のような一神教においては、唯一の存在である神には、性別は存在せず、従って女神も存在しない。父なる神という呼び方も、父とは、力の象徴とされ、さらに、キリスト教においては、イエス・キリストが、アッバと神を呼んでいたことから、親しさ、親密さを表すものとされ、性別を指してはいないとされる。一方、 フランス革命以降のフランスにおいては、キリスト教から脱する考えにおいて、信仰の対象ではなく単なる象徴として、女神が建て祭られた。また、ヨーロッパの多神教時代の民話などを、近代以降に本案するにあたっても、具体的な神から単なる女神へと置き換えられる場合が多い。このためヨーロッパでは、各地で女神像を参見する。また、カトリックにおいては、 聖母マリアは数形の対象とされ、女神的に扱っていると見られることもある。聖者が存在することによって、一神教のような男性優位の社会を主張する流れとは異なる物語の形成につながっている。例として、イザナギイザナミの婚姻単において、男から先に声をかけなかったために失敗したといった流れがあり、一見すると、 男性優位の物語として語られているように見えるが、その後、生まれた女神であるヒルコを廃し、女神たる昼目を立てているところは、女性優遇と言えるものであり、河合早は、著書、中空構造日本の真相において、男性優位と女性優位の物語を交互に語らせることで、カウンターバランスを成立させ、男女が互いに欠点を補い合うことで安定化を、図っているとした。 社会思想を神話によって語らせているとしている。また、アマテラスとスサノオの清い心を示す勝負では、女神を生み出したアマテラスイコール女神に対して、女神を生み出したスサノオイコール女神を勝たせている。女神の存在は、一方の性を優遇するといった、一辺倒な社会の否定につながっているとも言えよう。神脳正当期に、非神神神と表記されているように、 陰陽思想の下では、女神は、影に否定される。また、日本では、女神の故障の他に、姫神という言葉を用い、これに対して、女神を、彦神と呼称する。日本では山の神は、女神の場合が多く、山の神が、女神の場合、狩猟、伐採、芸能を司る。水や生命を育む森、山は、基本的に、 女性原理として表現されるため、山に男女で入ると女神が嫉妬したり、女性の入山自体を嫌う話も多いとされ、山の神が生産を司る以上、日本語の女はお見ないコール生むの意であると捉えられている。柳田国は妹の力において霊山における女性の立ち入りを禁じる結界岩は多くは山の中原にあり、 本当に入山を禁じていたのなら、中腹に結界岩を置くのは不自然であり、むしろ禁じていたのではなく、足の弱い女性が頂上まで登らずとも参拝できるようにとの配慮からと考察する。ギリシア神話には悲しみに沈んだ大地の女神デメテルに、バウボという女が、自らの正気を見せ、笑わせ。 大地の生産力を回復させた話があり、日本神話にも雨の渦めが世紀を見せ、神々が笑い、アマテラスが口を開いた話が見られ、怒れる自然に豊上多山を回復させるために行う、話の類型であり、自然を再生させることは、女神を笑わせ、機嫌を取り戻すことで、そうした神話として表現されたものと、松本信弘は解釈している。関連は不明だが、 古墳時代の女性派庭の中には世紀を強調したものが見られる。また、ケルト世界のかなり古い神話的存在で、慣例でシーラナギグと呼ばれている存在は、これについての文字資料は皆無であるが、創造と破壊の女神として紹介されることが多いが、雨の渦目と同じようなわいな動作をしている。古事記に記される八十八賀前後のうち、無性別の神、 性別不詳の神、小神を除いた女神の数は65柱前後である。このうち、王月姫が殺害されており、また、串田姫の姉妹神も山田のおろちに殺されているため、厳密な数は不明。全体数の約4分の1とギリシア神話と比較して少ないが、これは日本神話において、無性や性別不詳の神がギリシア神話と比べて多いためであり、 例として、ハッシュの雷神、稲葉の白ウサギ、サヒモチの、神イコール、サメなど人外神が豊富にいる。本州イコール天五国,国豊か秋津別も、木における拝神女神の書き順から言えば、女神だが、明記されていないなど、不明瞭な部分がある。ありがとうございます。